はい東京ガールズ TV、今日第2回目になります。2回目。またこう、まあ、メイン MC の川崎彩ちゃんがいて、またこう、皆さん勢ぞろいでこうね、入れ替わりでまた来てもらいました。はい、じゃあ番組の紹介します、はい、この番組は最新の美容やエンタメ情報を発信しています。そして今話題の競馬女子馬ガールのコーナーも後半に放送しますので、お楽しみにしていてください。あ、もう一回行きます。はい、お願い。はい、それでは自己紹介していきましょう。はい、はい、はい、MC のキジロです。よろしくお願いします。はい、はい、川崎彩です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。彩ちゃんね、はい、はい、はい、さくらあずです。よろしくお願いします。あずちゃんね、はい、はい、春本ゆなです。よろしくお願いします。春本さん、はい、はい、はい、桃月ぷにです。よろしくお願いします。はい、ぷにぷに、はい、ぷにぷに、ぷにぷに。今回ですね、あの、はい、ちょっとこのカメラがいっぱいこう、すごい置いてあるんですけど、すごいあるよ。各自のショールーム同時配信でやってますんで、すごいすごいでしょ、うん、各自ショールーム同時配信なんで、うん、同時配信、はい、ぜひあのどちらからでも見れるので、皆さん好きなとこから見てください。で、ちなみにあのショールームの公式の方でも、うん、あのここにいるちょっと見えない、カメラマンが見えないんですけどいるので、一人、うんうん、でも全部で配信してるので、東京ガール TV 公式ショールーム、あとあちらであのメインの方で、青山 TV で流れてます、うん、すごいね、はい、うん、こんなにカメラってなんか電波大丈夫かなってそれが心配、ギガ数心配。大丈夫か。でもコメントも来やすいからね、あの、うん、コメント来たらどんどん皆さんあのまあ、はい、つまんで拾ってもらって、お、あいちゃん来てるかな、来てる、公式もあるんだって、お、こんばんはって、公式もあります。コメントどうやって見るんですか。コメント多分長出てくる、出てくる、ピュピュピンって。最強にちっちゃくないですか。最強にちっちゃいですよこれ右に出てくると思うんだけど、あのこれ最強にちっちゃいんですよ。いや、これ押せばいいんじゃない。なんか押すところある。あ、ほら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 、すごい、あの、なるほど、あ、そうだ、あ、来た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 、パチパチパチ、あー、はい、じゃあ番組進めていきますね。番組、はい、あ、自己紹介してないじゃん。え、しましたよ。あ、した、した、した。え、じゃあ次行っていいですか。はい、行きましょう。はい、はい、じゃあ次、今時コーナー。今時コーナー、はい、今時コーナー。みんなが一押ししているアイテムやアプリなど今ハマってるものを紹介していきます、はい、じゃあプニちゃんから、はい、あ、私から、うん、どこ見たらいいか分からへんくなりますね。こっちですね、いろいろ今日はあのメインカメラの方ね、はい、はい、私が今ハマっているものは携帯のアプリのアンサンブルスターズというアイドル育成ゲームにハマっておりましてですね。おすごい、アイドル育成知ってます。知ってる、やってます。やってないけどもうすごい課金ゲーなんですけど、結構課金ゲーなんだよね。結構身を滅ぼした人が多いって、身を滅ぼす要注意な感じなんですけど、星を見つけると楽しいので、ぜひぜひ皆さんもアンスター10になってみてください。アンスター10ね、アンサンブルスターズ。プリちゃん入ってる、画像、映像入ってるね。入ってる、入ってる、入ってます。はい、 OK です、確認しました。はい、はい、じゃあ次は私、はい、はい、私はアニメですかね。なんかアニメ、おそ松さん、おそ松、あー、大好き、大好き、見てる、今なんかもう2期なんですけど。あ、2期だ、はい、2期って何2期って何なんで2期知らないんですか。2期って何、もうあのワンクール終わったんですよ。で、今2クール目なんですけど、あー、それはわかんない、2期って何、マジですか。なんか赤塚不二夫さんの昔のおそ松くんっていうやつがあって、それをなんかリメイクしたみたいな現代版になってて、昔は子供だったムツゴが今は成人してみんなニートのムツゴっていう、なんか最近そういうのちょっと流行ってたね。そうなんだ、めっちゃ流行っててすごいシュールで、絵はすごい可愛いんですけど内容めちゃめちゃエグいんですよ。それでもアニメなんだよね。アニメです。でもど根性があるよ、なんかあったよね、実写版が。あ、大人だったバージョンの実写版。そうです、知らない、実写じゃなくて。知らないの、知らないです。若いのに、若いのに。テレビ家にあります。あります。そこ聞かれると思わなかった。喧嘩しない、喧嘩しない、喧嘩しない。それがおすすめですね。なるほど、はい、
今みんな見てる気がする、見てますですよね、一松推しです、トッティトッティトッティ全然わかんないね、これ推しカップリじゃないから、そうだね、そんな感じで、これはい、じゃあはい、くらい、私はすごい普通なんですけど、すごい今ココアにハマってます。え、かわいい、ココア、こんなのもうなんか急に急にココア、ココア、ただの普通のココア、もう1日に1回は絶対飲みます。へえ、美の秘訣やね。え、そうなの、うでもカロリー高いのにあ、それは言っちゃダメ、そうだね、そうだ、ココアを飲むだけですごく気持ちが穏やかに、そうそう、落ち着きやな、うん、落ち着きやな、川崎、お、あやちゃん何、川崎今日なんかちょっとほら、いい、女子っぽく、お、女子っぽいじゃん、うん、グロスです、グロスです、グロス、かわいい、なんかこのカメラ近くね近い近い、この間友達に、こちらですね、さとみちゃんにもらいました、さとみちゃん、さとみちゃんに、これグロス？手でつける？グロスです。手でつけてます。ハトミちゃんもらったの？そうなんです。そう、ハトミちゃんもらったのって。ハトミちゃんにもらったね。ハトミちゃんにもらいました。ハトミちゃん。ジルスチャートね。それももらい物かって言われた。私持ち物ほぼ。コメントめっちゃ来てるやん。みんなからのもらい物です。コメントめっちゃ来てるやん。みんなありがとう。ココアにハマってる初耳。ここになんかミラコメント来てるよ。あそうか、あやちゃんの知識してるよ、コメントみたいな。すげーワンショット。すげーワンショット。なんか誰のが混乱しそうじゃないですか、うん、みんな。見てる。どこ見ればいいかわかんない。いや、それは楽しいと思うんですよ。なんかちょっと変なコメント来てんで、通報しますね。え、なになに、さよなら。すごいね、ここで通報したよ、結構なんか容赦なくすごいね、びっくりした、はい、じゃあ次いきますか、はい、次行きましょうか、はい、はいはい、次、男の子がキュンとする女の子の行動、イエイえ、なんでみんな言ってくれるイエイイエイ長かったからよ、これ男の子がキュンとする、キュンとする女の子の行動、はい、みんなも考えて、行動って何、あ、で、お題がね、お題が、お題があります。お題があります。まあキュンとするコーナー、コーナーね、これね。うん、じゃあまあ僕男性は僕しかいないので、僕とまあ一応あやちゃんで3人を審査します。審査員です。で、一番キュンときた人にちょっとあのお菓子を。おお、お菓子。ちょっと今流行りのお菓子を言って。欲しい。言ってこれ食べながらやってもらうみたいな感じでいきますので、それではお題いきますね、はい、男の子が、うん、まあデートしてて、ね、うん、あ、じゃあ、じゃあこれ、これ、これ、これ男性を褒める言葉、例えば、まあ、ヘア、何でもいいよ、ヘアスタイルなんかこう褒めた時に、なんか男性がこう、え、こいつ好きなんじゃねとか、こう、キュンとしちゃうような気になっちゃう言葉、気になる言葉を残すこと、難しい、え、なんで難しい、得意でしょ、難しい、で、あやちゃんが見本見せてくれるのでね、まずせ、まあ先生から見本を、見本、見本を先生から見本じゃあまず、皆さん熊投げお願いします、なんでやねんはい、皆さんせーので熊投げお願いしますね、みんなの力が必要なんで、熊投げいきますよ、熊投げですよ、いくよ、みんな準備できた、ない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 、いくよ、せーの、はい、来い、あ、来ない、何何熊投げ、なになに熊投げって、あ、来た、すごいどういうこと、熊じゅん、これあのショールームの課金で、まあ熊を投げれるんだよね、イエイ、すごい、そんなものがあるのかと思う、それキュンとくる力技かと思う、熊ありがとう、バカって、すげえ、うわーとか、おいとかすごいじゃん、みんなおねだり、さすがイエイとか、うん、あ、キュンとくる、来た、熊、イエイ、ほら来てきてる、キュンとキュンと来ない、今日の髪型好きだ、ありがとう、お、コメント来てるね、クマも好きだけど今クマ投げてくれた人が一番大好きです、はい、大好き、はい、じゃあみんな一緒にせーのでありがとうお願いしますせーの、ありがとう、ま
んだこれ。ありがとう。なんだこれ。正解が全然わかんない。ちょっと残りで。じゃあ、ついてきました。本番いきますか。はい、本番です。本番、シンキングタイム。じゃあ、プニからいきますか。プニさんから。はい。プニから。プニちゃん。あ、そのうち。ありがとう。みんな可愛いって。ほんまに？みんなで何か見てる。でも、正直これ。イエーイ。あれ？男の人イケメン。やめましょうじゃないですか。なんでやねん。じゃあプリンちゃんいきますか。男の人を褒める言葉ですよね。うん、あ、かわいい。かわいい。はい、いきます。あ、めっちゃくちゃ一途そう。一途そう。これはプリンちゃん単押しになるしかないな。はい、オッケー。なんで照れるの。はい、オッケーで。聞いてて照れる。結構ちゃんと営業もしっかり入ってて、すごい、さすが。はい、なるほど。はい、君ちゃん楽しんでってください。はーい、はーい、はい、次。ここ見て言った方がいいですか。いや、あの、あっちのメインカメラの方で。あ、あっちのみたいな。これ気にしなくていいよ、これ俺の趣味。褒められてる。趣味。腕の血管すごいですね。腕の、ああ、あ、それで嬉しい。なんかね、まあまあまあ、はい、あ、微妙。言う人いるよね、確かにね。血管が好きとかに手触ってくる人いるでしょ。なんかボディーをちょっと、そう、ボディタッチみたいな、うん、え、血管すごいとこ触ってくる人はいる、確かに。いや、いるんだ。そのやらしく触らないんですけど、血管ボディタッチが要は目的だけど、それは。いやいやいや、違うんですよ。血管を褒めることが目的ですよ。なるほど、はい、なるほど。じゃあゆなちゃん、え、あのゆなちゃんは、あ、そうそう、なんで間違えるんですか。あずちゃん、あずちゃん、褒め言葉ですか。褒め言葉、まあ、ね、男性がキュンとくる言葉、一言。適当に、じゃあ頑張ります。え、頑張ります、頑張ります、はい、頑張ります。だってこういうの慣れてないから。緊張しますね。じゃあ行きましょうか。はい、はい、せーの。最近よく目が合うね。おー、あー、わかんない。小悪魔だね。そうですね、結構。いや、それで、ね、ずるいね。目が合うね。ずるいわ。結構いい感じ。ずるいや、それ狙いに行ってます、ね、てか狙ってるね。打ってますね。じゃあちょっと、せーの指さそう。ん？せーの指さそう。指さそう。そう、せーので。よかったって。あ、考えた？か、俺ね、迷ってんだよな。うんとね、わかった、俺決めた。血管いくよ。うん、せーの。おー、分かれた。じゃあ、まあ、まあ、説明すると、ちょっと営業っぽかった。あ、営業っぽさが、可愛いんだけど、営業っぽかった。なんかこう、なんか、惚れたらなんかどうなっちゃうんだろうっていう、ちょっと営業っぽい。危ない感じが。危ない人。こんな可愛い顔して、ちょっと不安。ほら、コメントが。誰が良かったかな。レナちゃんがいない。あ、レナちゃんの後半から出ますんで。後半から。みんなのやつ。お、みんな来てるね。あ、でもこっちも来てるよ、こっちも。営業っぽいのはプニちゃんか。プニちゃんです。みんなコメント読んで、コメント読みまくって。生放送の意味がないよ、みんな。こんにちは。みんなコメント読めまくって。みんなコメント読めまくって。目を見えないかな。あ、こっちがない。みんなコメント読めまくって。読みまくって。説明して。はい、いきますね。で、次ね。で、ゆあちゃんの場合は、うん、その、血管、そう、あれなんかね、言葉、まあ、で、その、ボディタッチがなんかこう目的っぽい感じだとこ、え、血管すごいですねって触られそうな感じだ、ちょっとイメージとしては、うんうん、だからなんか男性は多分ね、ボディタッチ弱いからドキッとしちゃうんだ。そう、なんかこう人間ってこうパーソナル範囲があって、うん、お、コミュニケーション、お、OK。 あの、パーソナル範囲があって、うん、その範囲に入ってくると惚れちゃうんだって。で、女性は狭いんだ、それが。男性は広いんだ、だからちょっと近づくとドキドキしちゃう、男性は。まあ、子孫繁栄のためのこの本能が、そうそうそう、だから、だから、例えば元彼元カノと世に戻したいかっていうアンケートだと、うん、男性は戻せる、なんか6割とか
結構多い。女性はブリっていう人多い、うん、それはなんていうかって男性は子孫を愛されにこう広げるから多いんだって。なるほど。女性は一人しか愛せないから、まあいろんな人いるけどね、統計上にやっぱ少ないんだって。なるほど。だからやっぱボディタッチが一番これ効果的だと思う。なんか好きなんじゃないかと思っちゃうもんね。なんかさ、やた触ってきたらアホやから。結構すごいです。みんなアホだからアホやから。いや本当やで、なんか盛り上げるんですよ。勘違いする絶対。こうやって触ったらすごいんだ。結構すごい。だけど気持ち悪いわ気持ち悪いやそれ。でもこうよくいるじゃん、なんかいない？こう、いますね。上手な子はいますね。触ってる子ってなんか持ってない、ちょっと。あちょっと思わせぶりがすごい。でも最近は結構なんかそういうあんまりガツガツ行くのもみたいな男の人多いっていうのは聞いたことあるから。確かに。あんまりこう行ってもなんかいや全然いいよ、大丈夫なの。いやいいよね。ほらカメラマンも言ってるから。なんでまあ触る人はまあ1があって、で、はい、1だった理由。あずちゃんよく目が合いますねっていうのは、うん、実は私も使ったことがある。あ、なんかよく目が合いますねって。でもそうするとちょっと意識しちゃうんですよ。わかるわ、確かに。お互いに。なんか好きって言ってないけど、そうなんか気を持たしてる感じ。持ってるんだよっていうのが。悪魔や。絶対悪魔や。怖くない。私も使う。いつ目が合ってる。あ、なんか難しい。うわ、すごい油が溢れてる。すごいよ。いや、これ見た目悪いですけど、まあ、原宿のクッキータイム。ああ、そこにある。なんか出してる。あ、かわいい。まあ、せっかくなんでみんな食べよう。結局みんなあるよ。本当に一緒にこうパキパキ割って、でこれあのクッキーだ。もう有名なクッキーで。でかい。お店でちょっとこう分けて食べて、美味しいから本当に。すごい。あ、待って待って。なんかクッキー屋さん。そうそう、クッキー屋さん。じゃあ。これ一個。いいよいいよ食べちゃって。最下位やのに。ゆるちゃん。悪魔なのは知ってた。お、車検さん、ユーマさん、こんばんは。もらうクッキータイムって最近流行ってないのでよって。でもね、この間なんかテレビでやってたよ。英語で注文するとなんか1枚無料になる。てか外国の人が、お姉さんがいた。あ、そうそう、外人がそういっぱいいる。あやちゃんの日本初上陸みたいですよ、これは。あやちゃんのクッキー、あやちゃんのあるよ。あやのクッキー、一緒に食べて。すごい、見て、めっちゃ油が油油がこすぎ。まずそうだっちゃうよ。違うやめて、マジで。びっくりした。せっかく買ってきたの、スタッフは。いただきます。スタッフが買ってきたのに。わーい、いただきます。うんうん、美味しい。うん、美味しいです。うんうんうん、美味しい。超ジューシー。美味しいでしょ。はい、美味しいんだ。これお土産用もあるんだけど、うん、やっぱ店内とか一番美味しい。なんかちょっともちもちしてる、うん、ちょっとカントリーマームの。あ、すごい高級なカントリー。高級バージョンみたいな。喉乾く。サクサクしてる。喉乾くでしょ。すごいね、口の水分持ってかれる。さあ、みんな頑張ろうね。いいでしょう。そういえばチェックしてて、コメントで全部。コメントチェック。美味しそう。ちゃん、美味しそう。勉強になる配信ですね。ね、お、カメラがいっぱいある。おしまつは一まつって言ってた人だよねって、どういうこと？まあ、それはプニちゃん。クッキーの感想。違うよ。プニちゃんだよ。隣の隣にいるプニちゃんだよ。黒金さん、硬い。硬くないよ。なんかね。クッキー美味しい。柔らかいよ。美味しいでしょ。いいえ、そんなことない。なんかこれ面白い。光景面白い。なんかさっきから浜崎さんのことをケイサキさんつってめっちゃコメントくる。誰だおい。ゴリさんでしょ。ゴリさん。誰？あ、ゴリさんだ。そうだ、出たゴリさん。あの、あやちゃんはね、ファンをね、把握してるから。すごい。めちゃくちゃファンいるんで、それを把握してるから。ちょこちょこファンを監視してるから。あ、めっちゃ IQ 高い。めっちゃ美味しいよ。初めて食べる。めっちゃ笑ってる。何でしたっけ、クッキーなんとかお店。こっちの中で一松。もうね、一松の中こっち来たよ。あ、ほんと？なんかこの番組なんかもうみんなもう女子会みたいな。いいね、女子会で。でも美味しい。今度買ってみる、自分でも。楽しいね、これね。え、支援ゲージ。あと8万だって。この放送でいけんじゃない、みんな。何の話？あと8万ポイントだよ。はい、じゃあいきますかね。こ
ココアとどっちが美味しい、うん、どっちも、うん、どっちだろう。でもさすがココアは譲れないかも。あ、さとみたんが来てる。やろあのもうあっち無視だ。みんなあのねちょっといい、みんな目あれみんな目あれすごいね。あっちがみんなみんなこっち見てる見てる人おめんとくいかはみたいなはみたいな。まあほらショールームからも見れるし、あちらは公式のチャンネルから。でもあの公式の方はですね、あと YouTube でも上げるので両方、これ録画です、録画。これみんな生放送。あ、消しますね、はい。じゃあ、あやちゃん、そろそろ次のコーナーいきますか。はい、あ、忘れてました。お、忘れて次？はい、次のコーナー自由な配信だな、はい。あ、そろそろ前半が終わります。もう30分終わりますね。もうそろそろ終わるね、前半終わりますね、はい、うん、はい、そうなんです。はい、ここでボイプリのプニちゃんは、はい、退場じゃなくて、なんていうの退場じゃなくて退場で、ここまでですね。そう、入れ替わりですね。これからの大人のコーナーなんで、あ、そう、はい、競馬のコーナーに入るので、プニちゃんはあのうるわしのアイドルちゃんが、そう、アイドルなので、ちょっとこう競馬はちょっと終わりなんでね、はい、じゃあ告知をプニちゃんからあれば。あ、なんか告知あんの。はい、あります。お、プニちゃん、じゃあ全カメラ、全カメラ。めっちゃクッキー食ってるよ。全カメラ全カメラ、プニちゃんの方に。プニちゃん告知します、クッキー食べながら。お、私、プニはなんで固まった5人組アイドルユニットのボイスプリティエンジェル、通称ボイプリというアイドルで活動させてもらってるんですけど、3月6日の秋葉原にて、スターアイドルフェスティバルというイベントにボイプリちゃんもすごいすごい出演させていただきます。おら、アイドルが50組以上出る中でね、ボイプリちゃんも出るので、よろしくお願いします。ぜひぜひ応援お願いします。はい、補足説明しますね。あの1月31日にデビューした、ボイスプリティエンジェル、はい、略してボイプリ、まあボイスプリティエンジェルで、まあその綺麗な歌声を、まあ、世界に届けていこうという意味合いを込めて作られたユニットです。で、まあ5人組でしてね、5人組、もうねピチピチの5人組が頑張って歌って踊って楽しくやっております。で、1月31日が、まあ、この間ライブ終わりまして、次の3月6日が2回目3回目か3回目だね4回目4回目だ4回目、はい、これ結構大きいらしいんですよ。あの秋葉原でやる、結構本当何千人規模のでかいライブを、まあ、出ることあって、ね、今から頑張って練習してね、もう食べながらね告知したけど ね、あの行く人いるかな。皆さんあのぜひあのハッシュタグボイプリでいっぱいメンバー全員出てくるので、はい、プニちゃんのフォローもよろしくお願いします、はい、メンバー全員出てくるのでボイプリで検索してもらうと嬉しいです。プニプニかわいい、要チェックだね。お、見に行きます。プニちゃん、お、お、食レポが見たい。おクッキーおいしい。すごいじゃないですか、もうすごいね、大人気の、うん、3月6日ですよ、皆さん3月6日、ぜひ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 、ね、予約とかもう始まってるんですか。予約始まってるの。予約は始まっていて、予約はもう始まっていて、始まってるの。アイドルフェスティバルさんのサイトがありますので、そこから予約できますので、よろしくお願いします。プニタン、プニタンみたいって、イエーイ、はい。だるまありがとう。だるまありがとう。だるまだすごい。すごい。だるま飛んでる。だるま飛ばせるんだ。だるま。すごい。ボイプリレベル高いなって。どう。やった。秋葉って何千ってどこ。セブン。プニちゃん出して。すごい。すごい。ツインテール来た。ツインテール好きだよね。すごいよ。じゃあプニちゃんちょっと。はい、じゃあそろそろ、ここで私はお別れですね。あ、でも定期的にまたね、出てもらうんで、これからまた他のメンバーも、そう、他のメンバーもこうね、入れ替わり出てくるので、今日はプニちゃんで、本当はもう一人シュカちゃんって子いたんですけど、ちょっと体調不良になっちゃって、うん、まあ、次にということで、うん、はい、お送りしてます。はい、はい、いい声こいつやたら俺見てくる。
こんな感じですね。じゃあプリちゃん、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。前半終了。イエイ。でそのカメラ手持ってていいよ。はい。そのまま配信続けるよ。メインのカメラにアピールを。そう、まあ、メインカメラにアピールを。メインのカメラアピールして。アピールアピール。プリでした。はい、みーちゃんです。お疲れ様です。お疲れ様です。なんかあっという間の前半だったね。あっという間、うん、あっという間前半。はい、次馬ガールコーナー。イエーイ。これ東京馬ガールコーナー、こちらはですね、今最近競馬が流行ってるということで、まあ、今回第2回目なんですけども、ちょっと多分競馬知らないでしょ。競馬知らない、知らないでしょ。多分あやちゃんも前回初めて競馬を体験して、それは何？それ今タワーもらって。タワーもらったの？タワーありがとう。タワーって一番いいな。タワーとだるまとクマ、すごい、すごいな。ちょっといいな。でそれ で,、はい、それで、まあ、競馬、まあ、知らないと思うんで、今100円からできる競馬って、うんうんうん、すごい。で結構デートスポットになったりとか、結構女の子に行ったりとか、結構あの馬女とかね、まあ、結構競馬が今流行ってきてる中で、番組側はちょっと競馬ちょっと取り上げていこうかなというので、今回なんと先生、先生、はい、先生が来ております。それでは登場しましょう。レナちゃんどうぞ。はい、レナ先生。レナ先生、レナ先生、こんばんは。前回もねお目にかかりましたが2回目です。お、2回目。はい。あ、私も配信するんでちょっとじゃあ押します。ひねた配信開始。まだね、今1人しかいないんですよ。ありがとう。よし、開始しましたね。おー、先輩、はい、今同時並行で。あ、配信した。配信しております。レナさんか。あ、こっちも振られてる。見てね。同時配信。当たりです。同時配信。同時配信。同時配信。欲しかった。欲しい。欲しい。はい。イエーイ、欲しいだ。お、欲しい。この欲しいありがとう。星はあのみんな別にこう投げれるものっていうか。へー。星もギフト。すごい。すごい。あの全部ギフトでみんなこう投げてくるので。ありがたい。なんか出てるいっぱい。全員これショールームね。画質が綺麗。でショールーム初めてだからね、みんな。あ、そうなんだ。そう、皆さんショールーム初めて配信したんで、今日ね。そうです。今日初配信なんで、初配信です。ぜひ、今後もご自分の家でたまに気が向いたら配信してもらえたら、こう、フォローしてくれる人もいると思うんで。面白いでしょ。すごい、なんかいっぱい撮ってますよね。これ面白いでしょ。わぁ、すごい、面白い。こういうコメントにちゃんと答えてあげる感じでね。ココアとどっちが美味しいか。ちょっと大阪さん、黒金さん、ありがとう。だるま、だるまいた。お、レナちゃん待ってました。レナちゃん待ってました。レナちゃん待ってました。おー、すごいやん。レナちゃんです。あ、こっちか。すごいよ。こっちが本当はちゃんとしたやつ。そうですね、こっちユーストリームです。右から2番目一番可愛い。アタレーナ、こっちだ。アタレーナ、レナちゃん綺麗。イエーイ。競馬デート行きたいな。レナちゃんすごい人気じゃないですか。ちょっとありがとうございます。レナちゃん人気。レナちゃん開いてるよ。でもレナちゃんのところまだ全然いなくて。あ、本当ですか。うん、今の開始したばっかりだから。あ、まあでもまあ両方見に行くと思うんで、みんな、はい、どちらから見ても下から見てもよし、このカメラで見てもよし。はい、皆さん楽しめますよ。それぞれカメラがあるんで、はい、ね、中井の窓のような感じでね。あ、今のはカットしてください。カットで。ということで、はい、一応あの自己紹介しますが、はい、はい、モデル、MC、そして競馬の達人、公式イメージモデルのあたり、レナです。おー、はい、レナちゃん。私あたりレナがメインとなって、ちょっと東京馬ガールのコーナーと題してね、こちら進めていきたいと思いますので、みんなついてきてください。はい、お願いします。みんな初対面じゃなくて、みんな、あ、初対面か。あと、あやちゃんもね、今回もね、一緒にやってますので、はい、それでは、はい、始めまして。はじめまして。さっきね、名前はちらっと。でも全然競馬はね、もう全く経験ないみたいなんで、うん、あ、聞きました。で毎回ここに来るゲストの方たちは競馬全く経験ないので、うんうん、そうですよね。私も、まあ、でも聞いたり聞きながら興味持ったら、うん、ぜひレギュラーやってもらって、あ、ぜひぜひ一緒に覚えてもらえたら嬉しいかなと、ね、はい、実際ロケも行ってるもんね。ロケとか現地レポートとか出るので、楽しいの現地、ね、やりたいですね。なんか一発当てたい、ね、一発当てたい。そうか、はい、一発当てたい。それは一発当てたい。大事。いいね、女の子でそれは。いいよ。まあ、司
会進行はレアちゃんにお話しましょう。はい、わかりました。お願いします。ちょっとね、今日も盛りだくさんの内容なので、じゃあもう早速どんどん行ってみたいと思います。まずはちょっと軽くですね、前回あるちゃんと私で、まあ2週間前なんですけども、京都記念のね、G2 レース京都記念の予想をしたので、はい、それの結果がどうだったのか、ちょっと発表したいと思います。前回の私はですね、前回の色で決めたやつ、ピンクです。前回ピンクで、もうなんかなんとなくでいいよって言って、うん、でピンクがいいって言ったので、こちら、うん、おお、見える人と見えない人だけど、こちら京都記念の、あの出走馬の、うんうん、表なんですが、ちょっとね切れてるところすいませんって感じなんですが、フォントがね、ゆなちゃん持ってもらおうか、ね、あ、はい、あ、本当大丈夫、そのじゃあ、ほら、じゃあ持っててもらって、うん、あ、もうちょっと下でいいよ、うん、顔つるして顔がさらいで OK、 このぐらいで、はい、OK です。はい、はい、こんな15頭で、そう、あのピンクがいいということで、ここの8枠にしたんです。おお、鈴鹿レビアスとコスモロビンっていうのが、にあいちゃんはじゃあこれ買いますって言って、で私は、まあ、1番で、1枠で、しかもエースっていう名前が入ってるんでね、山勝エースいいんじゃないかななんて思って押したんですが、結果山勝エースは惜しくも3着に入れず5着だったんです。あら、まあ健闘はしたんですけど5着、そして、うん、鈴鹿デビアスが8着、コスモロビン15着で最下位だった。おっ、じゃあ外しました。でも待って待って、逆にすごい、逆にすごい最下位だ、こんだけいるのに最下位当てちゃうっていう、すごいよ。楽しいじゃん競馬。楽しい。なんでやねん。競馬楽しい。すごいわ。最下位だった。最下位だった。あの、残念ながらね、でも、まあ、初めはそんな感じで、もう好きな色とか、そう、だんだん顔が好きとか、もうそういう馬と馬さんのね、名前が好きとか、そういうので決めてたらいいと思うので、ちなみに一応京都記念の結果は、こちらのタッチングスピーチと佐藤のクラウンが、1、2着、佐藤のクラウンが1着、タッチングスピーチが2着と。なるほど、はい、これはまあブログに書いてあるね、ご覧ください。私も絶対わかんない、ね、手を出しちゃダメな人って書いてある。競馬で単車でビリだった。色で決めたらビリだった。1匹にかけれるの、1匹でも買えるんです。単勝と言って、単勝もうこいつだって思ったらそれを1点がいいっていうのもね、それいいな。そうそう、単勝いいよ、100円からいけるから、ね、100円からできます。楽しそう、はい、100円から、うん、ちなみにまあ少し前ですが、タレナはあのこいつだと思ったやつを1万円分買ったら4万2千円ぐらいになって、わーいってなりました。1万円で4万2千円、でもそれは100円だと400円になる。そうですよね、人気だったのでそんなに倍率はつかなかった。倍率は変わるんだよね、人気の馬ほどやっぱ低くなっちゃう。でも人気だ、うん、1万かけてたから4万になるじゃないですか、うん、一番リスクあるな。そう、そうなの。だから、まあ、大体1000円ぐらいで倍率が例えば20倍とかであれば1000円の2万円になるので1万9000円。穴場、穴馬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 ってこっちじゃねえか。そうそう、農家さんでしょ。はい、ということで、まあ、京都記念はそんな感じでしたがね、まあ、詳しい、ね、あの結果はブログの方を見ていただいて、はい、今週末皆さんなんと、はい、今年に入って初めての G1 は先週あったんですけど、 2つ目の2016年に入って2個目の大きいレース、 G1 っていうのは一番大きいレースなんですけど、え、明日、日曜日なんで、あさって、あさって、はい、あさって皆さんお楽しみの中山記念が、あ、中山記念、中山記念、聞いたことあるかな、みんな知ってますか、中山記念、中山競馬場であるのが中山、なんか聞いたことある、それ、ね、聞いたことありますよね、CM やってる、あ、やってます、名前分かる、それやってます、そう、有名なレースがあるので、分かんない、ということで今日は、まあ、ちょっとそのどうやって予想するみたいなのの前に、そこの大人気の馬が今回8ヶ月ぶりに復帰レースで出るので、その人気の馬デュラメンテ特集をしたいと思います。覚えて覚えて、デュラメンテ、デュラメンテ、今日覚えよう、デュラメンテ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 のね、ぬいぐるみをね、ちょっとね、今ね、手元にないので、今日は馬のぬいぐるみないの、ない、今日馬のぬいぐるみないのだって、今日ないね、ないよ、ちょっと僕一旦残念、持ってきますね、探してくれある、そう、持ってきますね、はい、あるらしいよ、ということでね、このデュラメンテなんですが、まあ、なんで久しぶりなのかというと、2015年、うん、去年の皐月賞と日本ダービーというすごい大きいレースを2つ制覇した後に、放牧先でなんと骨折してることが分かったんです、折れてるって、で、ということで、折れるんだ、まあ、そう、折れちゃうんですよそこか、そこか、そこで出走できなかった、
すごい素晴らしかったんですね。でちなみに現在、6戦6個レースを走っていて、1位を4回そして2着が2回と、そうすごく強い馬なんですね。おなんかいっぱい来たいっぱい来た。ドラメンテ、あ、これこれこれがドラメンテですね。私ウォッカがいい。あ、ウォッカ、はい、ドラメンテドラメンテです、これです。かわいい。これストレートガール、ストレートガール、かわいい名前でしょ。絆、女の子なんです。え、これも名前絆っていう、もう引退しちゃったんだけど、そうなん、すごい、うん、強い。これもう一個いけない。かわいいね。かわいい。頭に乗せてる人がいます。ということで、こちらのね、ドラメンテね、今ちょっと流しちゃいましたけど、そう、6回レースに出て1着4回ですからね。いや、すごい。1着4回で残りの2回はもう2着なんですよ。すごい、そう、そうなんです。すごい。覚えて覚えて。一回一回。6回レースに出て、うん、1位を取ったのが4回です。あ、すごい。そして残りの2回も2着なんです。だ1着と2着しか取ってないんです。ドラメンテ。ドラメンテ。ドラメンテ。やりよる。覚えたわ。ドラメンテ覚えた。ドラメンテ。で、獲得の賞金が今のところ3億9276万3000円なんです。で、これまあ分数で言うと、うん、今その6個レース走ってて全部の合計がまあ大体1万 1600m なんですよ。ちょっと調べたんですけど、でサラブレッドの足だと大体 1000m 走るのが1キロ1分で走っちゃうんですね。ということは逆にこの11分半ぐらいでこの3億9000万を稼いだってことなんです。いやー、確かに。って考えるとすごいよね。夢がある、夢がある。え、これは賞金とかでしょ、この馬への、馬への賞金で、賞金だよね。そうですね、はい、そうなんです。でもそれ強いからかけると低いってことだよね。まあ、その時の人気にもよりますが、やっぱり倍率はやっぱ人気なので低めではあるんですが、なので逆に単勝でそのドンとかけるのもありかもしれないですね。100円だとほらあんまり上がらないからね。ドラメンテ、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 ドラメンテ情報がやっぱりドラメンテ好きな人がすごくだから多くて、だから今回特集しようと思ったんですよ。そうなんです、その馬好きのためにでもね、ちょっとまだまだちょっとね、あのデュラメンテの情報があるので、あ、来た来た、紹介しますよ。聞いたことあるかわからない。一応お父さんがキングカメハメハという、あ、知ってる、それ知ってる、何それ、キングカメハメ ハメ、それ聞いたことある、カメハメハ、強そうあるでしょ。で、お母さんがアドマイアグルーヴっていう、まあ、2人ともすごい有名な競走馬で、はい、で、やっぱり血統っていうのがね、その競馬の馬の能力を見極めるのでかなり重要で、どういう両親から生まれたのか、どういう、じゃあお父さんお母さんがレースが得意だったかとか、うん、長距離なのか短距離なのかとか、奥深すぎやわ。そう、あるんです。そうそうそう、遺伝するんですね。遺伝するんです。競馬は別名ブラッドスポーツとも言われてて、そのぐらい血統が大事だから、好成績を残した競走馬は、まあ、その繁殖牝馬になったり種馬って言われるね、オスの種馬になって一歩子孫に残していくんですけど、意外とその血統の影響力っていうのが割と3割ぐらいはあるって、33% ほどって言われてます。なので、そのこう有名な例えばウォーカーとかね、こう名馬であればあるほど、その種付け量がすごく有名なんだこいつ、ね、種付け量がどんどん跳ね上がっていくわけですよ。いい名前ということで、まあ、いくらぐらいだと思いますか、そのじゃあウォーカーの子供とかね、ドラメンテが引退したと子供ってなった時に種付け量、オスが、はい、1匹ですか、その産む、産むた、産みたい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 、あまりなんか、はい、まだ時間帯が早いんで、ね、5000万。おお、行きましたね、結構行きましたね、結構するね。あれ、バカそんな、私は500万。あ、なるほど、なるほど、ありそう、なりそう。あずちは、でも高いよね。100? でも高い。でも100万ですよね。高いね。そうですね。1回の。え、それってでも生まれてくるか分かんないでしょ、だって。どこまでですかね、タネスケはもう。スタッフさん？あ、保証が。なるほど。一応保証はある。あ、保証があるんだ。じゃあもう。一応その、ちゃんと。1億って。1億って言われない。高っ。え、1回1億大変。これ生まれなかったら大変ですね。あ、これここでコメントが来てますね。俺はイスラボニータ。あ、イスラボニータが
好きなんですね、きっと。サイレンス。デュラメンテ単勝買ってみます。2000万かわいい。めっちゃ強いってこと。ドゥ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 デュラメンテ。エサクレ。はい、エサクレ。資料ランキングをね、調べてきたんです。ランキングあるの。ランキング、皆さんも多分ね、知ってると思うんですけど、3位、ハーツクライという、まああんまりでも知らないから、ハーツクライは800万円です。すごいね。はい、半端ない。そして第2位、多分今ちらって言ったんで、キングカメハメハです。このデュラメントのお父さん、カメハメなんと1000万です。うわ、惜しい。惜しい、確かに。そして1位は皆さんも知っているディープインパクト。あ、これね、だと思った今。ですよね。それしか知らなかった。ディープインパクト、なんと3000万円です。えー、すごい。いきなり3倍に跳ね上がって。すごい。え、じゃあ子供いっぱいいるってこと、あいつら。あいつら。あ、そうです。そういう言い方が悪い。え、子供いっぱいいるの。そうなんです。よくなんかディープインパクト産駒って書いてあるの。生まれるに困って書くんだけど。あの、なんちゃら産駒っていうのは、お父さんがディープインパクトだよってこと。子供だよっていうことなんです。でもじゃあ変な話、し種付けしまくってたら、ディープインパクト子孫同士の子孫、子孫の戦いももちろんありますね。あるでしょ。はい、なんか面白いですよね。オークみたいな。そうですね、うん、そうね、そうね、優秀な子供がいっぱいみたいな、うん、そう、すごいわ。え、走ってるお馬さんは全部オスなんですか。そんなことはないんです。これ女の子ですね。ストレートがある金馬って言われてるのが、そう、女の子もね、走る。なんか前回それ走った気がするな。うん、下基準路線よく覚えてる。じゃあ忘れちゃったんだね。いや、メスオスにそれ食いついてる。そうそう、女の子もね、いますよ。います。体力面とかではね、やっぱりこう、はい、押し切れたりするのが、ちょっと記憶がね、ちょっと。お、レアちゃんすごいコミックシャルよ。レアちゃんかわいい。オイラレアちゃんが大好き。デュラメンテかわいい。みんなコメント言うね、コメント、みんなコメント。自分に来てる、せっかくほら来てくれてんだから。ボッカはメスだよ。家帰る。エリザベス杯があるやん。エリザベス杯、エリザベス、女王杯っていうのがあるんですよ。メスなんだ。牝馬だけの、今日これ前言ったぞ、やちゃん。話聞いてないけど。そう、女の子の馬だけの、ちょっと、ほら、コメント。あ、本当だ、来てる。よかった。ごめんなさい、見てなかった。そう、女の子だけのレースもあるぐらい。なるほど。お釜もいる。え、なんかそれ怖そう、なんか。結構エグそうですね、女同士の戦いは。なんか、いや、いいじゃないよ。なんかいじめがありそう。いいよ、ないよ。引っ掛けたりとか。あ、でも面白いのが、男女一緒のレースとかだと、エサオスが隣のメス気になっちゃって、エサオくれ、あのちょっと走れないとか、実際あるの。あるんだ。じゃあ一緒に走っちゃったり、大事なんですね。可愛いコースも大事だし、誰が一緒に走るかとかも大事だし、どこの枠に入るかもすごい大事なんですが、まあ今日はその、ね、血統の話をちょっとねしてみましたが、一応ちょっとデュラメントの話がすごい取れちゃう。今レアちゃん100人見に来てるよ。あー、すごい、ありがとうございます。はい、レアちゃん100人見に来てるよ。ありがとうございます。いや、すごいねこれ。デュラメンテ最後にですね、すあっ、140人。由来はなんかイタリア語のデュラメンテっていう音楽用語があって、うん、なんかクレッシェンドとかと一緒ですね、うん、あの荒々しくはっきりとっていう意味がデュラメンテっていうのが、デュラメンテみたいな。およく調べてきたな、それ。はい、調べました。私一応音楽やってますので。あ、そう、はい、音楽やってるんですよ。え、私もえ、あ、フルート、あ、バイオリン。お、そして私も歌を。お、そしてタンバリンで。オッケー、タンバリン。すごく荒々しい競馬を期待したいんですが、お、大喜利、終わった大喜利。この中山記念、今週の結果次第では次走にドバイに走りに行って、秋にフランスの凱旋門賞にもしかしたら挑戦するかもっていう可能性もね、あるんです。で、今のところタンバリンやってます。ドバイのワールドカップデーっていうのに出走予定で、ドバイ今3つ、3レースに登録してます。ドバイワールドカップっていうものと、ドバイシーマクラシック、そしてドバイターフの3つに登録してるんですが、ドバイ、なんでドバイに走るかというと、世界で一番賞金額が高いんです、もらえる。そうなんだ、高そう。ドバイ、ドバイターフとドバイシーマクラシックは3億8400万円なんです。で、ドバイワールドカップに至ってはもう7億2000万円。7億って儲かるんだね。日本じゃその金額ありえないんで、なのでこうドバイにちょっと行くんじゃないかなと。で、優勝したら7億で、例えばビリだったら、ビリだともうもらえない。ない。ない。もらえないんだ。
と思います、その部分はだんだんこう少なくなって全部もらえるんですか。全部全部その馬主さん、馬主さん、まあまあ騎手とかはいろいろ、はい、基本で馬主さんですね。馬主さん、まあ今日はその話じゃないけど、その育てて管理して毎日代とかもすごく毎月のメコマとかかかるので、それでもこうトントンみたいなぐらい、まあある意味ロマンなんですよね。なるほど。馬そう競馬を育てるのはお金儲けじゃないぞみたいな人が多いんですが、ドバイいいですね。そのね、そのドーバシマ、あ、ドーバイシーマクラシックを陣営的には狙ってるみたいです。ちなみにこのドーバイシーマクラシックは、先日あの子供が生まれたジェンティルドンナっていう、あ、知ってる、それも知ってる、そう、ジェンティルドンナさんもが制してるんです。そう、有名なんです。そういうことでね、ちょっと頑張ってほしいなと。詳しくないけど、なんかニュースとかでチラッと聞こえてくる声とか、そうそうそう、で覚えてた。ジェンティルドンナ、そう、ジェンティルドンナ、ね、じゃあ、あの映像あるんだよね、うん、あ、それはですね、あ、いらない感じ今日。いや、いるんですが、あと12分、あと12分 OK 大丈夫ちょっと意外と長くなっちゃった。今日はその予想にあたって、うん、この間はピンク可愛いからとかいう話をしたんですけど、うん、じゃあちょっとその色だけじゃなくて、もうちょっとレベルアップして、うん、サイン馬券って呼ばれるものがあるんです。これ JRA の各レースの結果は、まあ、これ仮のお話ですけど、もともと実はどれが何番って決まって いるんじゃないかと、うん、でその結果を関係者が密かに発信してるんじゃないか、そしてその情報をいかに読み取るかっていうのがサイン理論って言われてます。簡単に言うと要はこじつけです。あ、数字とかでこじつけて何番来るんじゃないかと。で実際はレースの結果が決まってるなんてことは本当はないんですけど、予想ってことだよね。予想です。それをやり始めた人が、あ、ね、ちょっといるんで、まあちょっとサイン馬券討論会ということでね、今サイン馬券のコーナー行きたいと思います。サイン馬券のコーナーまた馬券のコーナー、はい、ということでね、まあ、こちらもサイン馬券の一つですということで、うん、一回こちらのね動画を見ていただきたいなと。あ、動画、はい、思います。じゃあ VTR 振りを、 VTR が9番の方ですね。話聞いてるよ。0009番の方の動画あ、バッテリーが少なくなってき9番のコーナーでか、はい、ビリビリをお願いします、はい、ではどうぞズーム、はい、ジャパンカップの結果発表。はい、もう白熱のジャパンカップがね、さっき終了しました。さあ結果はどうだったでしょうか。今回のレースの結果はこちら、じゃん。1着が15番の湘南パンドラ、2着が6番のラストインパクト、そして3着が私が本命にしていたラブリーデーということで、なんと湘南パンドラ私が白三角に入れていて、ラストパンインパクトは黒三角にしていて、ラブリーデー本命に入れていたので、なんと馬連と3連服が当たるな的中しました。イエーイ。ということでね、なんと最近の当たり名はすごく的中していますが、ジャパンカップもなんと当ててしまいました。よかったです。天皇賞の時は残念ながら私が推していたエイシンが9着に終わってしまったんですが、その雪辱を晴らすことができました。実際に買った馬券がこちらです。じゃん。なんとですね、今回馬連で1万円超えの配当というところで、馬連万馬券でした。嬉しい。はい、ということでね、勝ててよかったです。楽しかったです。そして歓声も、また次の、予想は現地レポートはまだね未定なんですけれども、またこれで弾みをつけてまた次も勝っていきたいと思います。やったー。はい、でしょうか。この日ね、当たったんですけれども、1着がね、優勝したのが15番の湘南パンドラだったんです。で、この日のゲストに来ていた、だいたい大きいレースの時に芸能人の方が来るんですけど、五郎丸選手だったんですよ。へー、はい、すごい。そうなんです。で、本当はちょっと動画流す予定だったんですが、5ローマルにちなんで私5番6番は買ってたんですよ。なるほど。ただこの日15番6番で優勝だったんですね。で、15かなんだ15ローマルかなんて思ってたら、なんと五郎丸選手の背番号15番だったんです。
げえ、その話面白い、ちょっとすごくないですか、すごいです、すごい、はい、ちょっとそういうなんかこうこじつけじゃないですけど意外とあるんですよ、なるほど、なんかゲストに来た人の誕生日にちなんでたとか、まあ、運持ってるからね、あの人たちはみんなね、そうなんです、確かに運持ってますから、そういうのが引きやすいのもあるんじゃないかなと、すごいよ、まあ、例えば他なんですけど、なんかその例えば日本ダービーが2着5着とかだったら、その CM で2番とか5番になんか関するものがすごくやたらと出てたりとか、あとそうですね、なんか馬主のなんか関係している社会的な立場とか、なんかあの馬主の方の生業から連想している人もいれば、うん、あとなんかその関係者の冠婚葬祭に基づいた、まあ、結婚記念日とかね、誕生日とかそういうもの、あとはなんだろう、そう宣伝、 JRA が宣伝してる例えば、まあ、ホームページとかそのポスターとかに書かれてる何かから読み取るとか、なるほど、あと時事ネタ、最近の時事ネタとか、あと今言った通りそのゲストとして来る有名人から連想するっていうようなやり方がいろいろあります、うん、はい、で今ね15番の15ローマルって感じで1番だったんですけど、あと2001年の、有馬記念の時、まあ、2001年911があってね、ちょっと同率合わせてるがあったんですが、うん、この年の有馬記念はなんと1着がマンハッタンカフェで、2着がアメリカンポスト、どちらもアメリカにちなんだ名前の馬が勝ってたりとか、それちょっと怖いですね、怖いですよね、え、そうそうそう、本当は決まってないんだけどなんかあるんじゃないかっていうのを、まあ、予想するのも面白いんじゃないかと、なのでそんなね、そのサインを見逃さないっていうのもいいんじゃないかということで、いくつかね私考えてきました、今回の中山記念のサイン予想、お、予想なんでみんなね、どれが気になるかちょっと後で、はい、私これみたいなのを、ね、予想に絡めるのもいいんじゃないかなと思います、はい、まず、今回ですね、あの今回、ラストインパクトっていう馬が7番で走る予定なんですが、ティンバーカントリーという馬が亡くなったんですね、最近で、松田博史調教師の、まあ、調教師さんがいるんですけど、その最後のレースラストっていうことで、うん、ラストインパクトが来るんじゃないかっていうのがあったり、あ、なるほど、そう、もっと分かりやすいのだと、2月28日なんですよ、有馬記念が、でこの日に東京マラソンの開催でもあるんですね、で、東京マラソン今年で10回目を迎える節目の年なんで、例えば10番、いや面白いね、10番、アンビシャスなんかも来るかもしれない、アンビシャス、なんか競馬と関係ないことからも結構こじつけてっていうか、そうそうそう、投げていいんだ、面白いかなと、であとはまあ普通になんか正攻法でいけば、中山記念は今2年連続で、4番に入った馬、今回はねマイネル・ラクリマっていう馬が入ってるんですけど、4番が2年連続優勝してるんで、まあ、2度あることは3度あるっていうことで、それも一ついいんじゃないかなっていうこと、そしてまあ一番これ結構押せるんですけど、当日のちょっとプレゼンターにちなんで、さっきの五郎丸さんじゃないんですけど、今回バカリズムさんが来るんですよ、でなんかバカリズムさんに関する馬はいなかったんですけど、あのリアルスティールっていう馬が走るんですが、この調教師が矢作さんっていうんですよ、おうおう、でバカリズムさんの同期っておぎやはぎさん、あー、すげえこびつけだろ、しかも、しかもでも競馬の番組もやってるじゃないですか、あー、やってるやってる、ということで、その6番の馬を、なるほど、いいんじゃないかなと、あの6番っていうのがそのリアルスティールが6番なので、そういいんじゃないかなっていう、じゃあちょっともうすぐお時間があれなんですけど、じゃあ番組恒例であの、はいはい、その聞いた情報をね多分勉強したと思うんで、うん、そこからちょっと女の子に送って、この今イスラボニータっていう名前も出たんですが、マドンナは皆さん好きですか、歌の、あ、はい、マドンナ、グビブーショ、うん、そう、マドンナが2月の13、14に来日して歌ったんですけど、うん、マドンナが歌った歌にラ・イスラ・ボニータっていう歌があるんですよ、でほんまかい、あるんです、本当に、で、13日には12曲目に歌って、14日に15曲目に歌ってるんで、うん、まあ12、15でかけるのもいいんじゃないかなっていう、すごい、マドンナ、すごい、なんか結構時事ネタも詳しくないとですね、そう、なんかいろいろ予想して、いろんなネタだからもう込み付けして、うんうん、そう、
で俺なんか前あの競馬番組のねヘアメイクちょっと、うん、タレントのヘアメイク行ってて、それなんかこうやっぱりこう聞いたけど、まあ、噛んで買うのが楽しかったしね、こう自分誕生日とかこうやってとか、そうそうそう、私も迷ったの誕生日あのオートシックスみたいなのだからもう好きな数字書くみたいな感じで楽しい、そっからでもなんでこう馬がこうなったのかなっていう探り始めるとちょっと面白くなってくる。なるほど。じゃあ、予想の方いきますか。そうそうそう、で皆さん、あ、予想はね実際詳しくは動画にあげるんで、まあ、そっちを見てもらいたいなっていう。じゃああやちゃんの予想で、あやちゃんと私のちょっと推し馬と今聞いた中でこうどれが何番か、あの表何表あります。アンビシャス持ちましょうか。早い早い、アンビシャス、あ、ピンクだ、早いな、アンビシャスがいいすぐピンクいくなじゃあアンビシャスが名前かわいいで、これ番組なんか買ってくるので。本当ですか、はい、へえ。なんか好きなの、まあ、でもね、ちなみにピンクの2頭だったらこっちの方が私はおすすめですね。あの外国人騎士が最近すごく頑張ってるって話を前回したんですけど、デムーノさん、あ、じゃあ ルネールさんが、ね、アンビシャス、じゃあ僕はどうかな、みんな、僕2番、リアルスティール、あ、嘘、これ2年連続あ、見える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 、こうやって横にして、はい、リアルスティールね、あの2番人気なんです今のところ、結構人気で、あれ、これがね、あれしょ、あのだってあの去年も優勝した番号だっけ、あれ2年連続した優勝、どれっけ、優勝したやつ、みんなも一緒にアンビシャス買おう、うわ、4番でした、2年連続喋っていいですよ4番です、4番か、4番の馬が勝った、4番の馬が勝ってるんで、あ、じゃあ待って、リアルスティール、リアルスティールって、待ち待ち、4番、4番、あ、4番、そうだ、だ、2年、だ、2年連続いってるから、そこぎつけて俺は4番、なるほど、わかりました。じゃあ、マイネル・ラクリマ、はい、キジロさんのマイネル・ラクリマ、はい、あやちゃんはアンビシャス、あやちゃんはアンビシャス、リアルスティールにしとけって言われた、リアルスティールにしとけしとけって言われた、アンビシャスいいじゃん名前、ビシャス、ね、名前もいいし、ビシャス、ルメールさんなんでね、なかなか走ってくれると思います。走りますよ、うん、でもリアルスティールも確かに私は予想に入れようかなとは思ってるんですが、はい、私はちなみに一応本命は、デュラメンテ、9番の、はい、デュラメンテ、同じく、うん、そう、外国人騎手でルメールさんの隣なんですが、あのミルコ・デムーロさんっていうイタリア人の騎手が、ひよこ文字ばっかり負けないよ乗るんですがそう、ちょっと来るんじゃないかなと、あの、まあ、今日特集もしましたけど、やっぱ復帰戦なんでちょっとぜひ頑張ってほしい、ちょっとね8ヶ月ぶりなんで、まあ、ちょっと心配だなっていうのはありますけど、やっぱりその勝ち方が6回走って4回1位取ってますから、来るんじゃないかなという分析でデュラメンテ、はい、じゃあ、あやちゃんはアンビシャス、アンビシャス、キジロさんマイネル、はい、4番でということで、これでちょっと行きましょうよ、はい、で、またね、まあいつなるか分かんないですけど、みんなでこう馬ロケ、あ、馬ロケ、みんなでこう行きたいくないですか、行きたい、行こうよみんなね、競馬場行きたい、本当に一発一発当てたい、一発当てたい、行こう行こう行こう、じゃあ、ぜひ行きましょう、はい、ね、じゃあ、次の放送が2週間後、2週間後ですね、あ、違うかも、第2、第4だから、そうですね、2週間後だと思います、ね、また、はい、番組ツイッターの方もまたフォローしてもらえれば、そちらで、はい、配信日をまた告知いたしますので、東京ガールズ TV ですね、はい、東京ガールズ TV、 ツイッターは東京アットマーク東京アンダーバーガールズアンダーバー TV となってます。よく覚えてるそして、あの肝心な中山記念の予想、私本日予想動画を撮って、自分で今帰って、あ、YouTube に毎週金曜日で撮ってるの、はい、毎週撮ってますので、金曜か土曜にアップしてますので、そちらをね、中山記念の予想はぜひチェックしてください。いいね、はい、だから YouTube で楽しかったね、これで、ただ、うん、本当ですか、同時配信面白いね、これね、面白い、なんかどこ見ていいのかな、ただ私あっち全然見てない私あっち全然見てなかったあのショールームは基本的に生放送なんで録画されてないんですよ、あ、そうで、あれがもう本もう本番、こっちバカ見ちゃう、あ、でもこれも全然みんないろんな角度で見てほしかったんで、ね、まあ、面白い番組になるんじゃないかなと、こうノービシャス、コメントもこう来るようになったし、うん、うん、ね、こういう公式のね、これ公式番組、アンビシャス少しいけそうな気がする、みんなこれ、ほら、これ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 、アンビシャス買おう、公式公式コメント、私喋るのが必死なんでコメントに返せなくてすいませんじゃあ、お時間が、はい、迫って迫ってない、迫ってじゃなくて、もう超えてる、超えてる、もう超えてる、超えてるらしい、はい、ということでね、
ね、みんなね、はい、ちょっと競馬好きになってもらえたらなと思います。じゃあ、第2回目東京ガール TV、はい、楽しかったですか？楽しかったね。楽しかった。で、初登場、しかも初番組でしょ、うん、こういう番組って、うん、あ、一回なんか競輪の予想番組、ああ、そう、競輪やったんですよ、競輪。来ました来ました、ね、だから今日2回目、早いかも。で、初めて、ちょっとハマりそう、ちょっと緊張した、ね、はい、めっちゃ緊張しました。緊張？ちょっと待って、何してるの？今エンディングだからね。ここ喋って、ここはなんかクマやって、ここでへーってなんかもう飲み会みたいな、へーそうなんだみたいな。最後にクマ祭り行こう、みんな。じゃあ皆さん、カメラ向かって、はい、はい大丈夫ですか？行くよ、行くよ行くよ、じゃあこっちから、はい、はい、あっちね。東京ガール TV、 また第、3回目が2週間後ね、2週間後です、はい、よろしく。3月の第2金曜日、またレナちゃんと川崎ちゃんはもうレギュラーなんで出てもらうので、はい、よろしくお願いします、はい、それではまた来来最終最終バイ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 